皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターソードシールドやりましょうか。さあ前回ね、ピオニーが出した3つの伝説で終わって、この金ピカの服もらったんですよ。もうクソダサいですねで今日なんですけど、これですね、ピオニー隊長がなんか落としたメモがあるんですよ。これですね、ドドドンと、なんか右上にね、ウルトラビーストが通ってたあの穴みたいなやつが出てるんですよね。なのでちょっとこれの話をね、マックスダイス穴に行ってピオニー隊長に聞きに行きましょうか。さあマックスダイス穴ってここだよね。なんか入り口のなんか電気の照明みたいなやつかっこいいよねこれおしゃれ電気になってる。あ、いるいる、みんないるじゃん。いいっす。シャクヤ、だいたら調子どんなもん。私はぼちぼち。マックスダイス穴のポケモンってみんな大マックスしてるよね。シカフガクにでっかい願い星でもあったりして、ね、大マックスできるポイントってことだもんね、ここ。うっす。このメモ何？おうおう、隊長じゃねえか。やっとこそ、シャクちゃんと家族交流できてるぜ。よかったじゃん。ででムン、俺がアジトでメモを落としたって？そんなもん持ってたか？すっぽり記憶にねえな。うん、そのメモに映ってんのって、ここ、マックスダイス穴じゃねえか？わあ、なんだ？ん？なになになに？どうされましたか？ダイマックス巣穴、マックスダイス穴の奥にポケモンかよ、わかんない生き物がわんさか現れたんだ。なんですって、ウルトラビースト出てきたの、マジで。やはり何らかの影響で別の世界の生態系が、ね、この前一瞬開いたウルトラホールと関係している。あ、そうだ、ウルトラホールだ。ポケモンサンムーンの世界ですね。なんかすげえことになってるみたいだな。ちゅうことは、隊長、また新たな探検が始まるかもしんねえな。この探検、名付けるなら新ただ。ででどん、伝説、空を覆うウルトラな穴伝説。なんつってな。とりあえず、要メモに映ってるポケモン捕まえの目標で、アドベンチャー張り切ってみようぜ。え、これアドベンチャーやんの？俺アドベンチャー苦手なんだけど。あ、こんにちは。どちら様ですか？あん、君ね。ダイマックスアドベンチャーまた慣れたら来てねはい。で、ドえ、俺苦手なんだよな、このマックスアドベンチャー的なやつ。これ交換してくれる人だよね、確か。ねえ、ウルトラボールここで交換してる時点でちょっと怪しいんだよね、やっぱ。で、これどういうことなのって調べたところ、なんかね、この今のイベントをこなすと、このアドベンチャーの一番奥で、ウルトラビーストがランダムで出てくるようになるみたいです。なので、完全運ゲーですね。久々にやってみましょうか。行ってみましょう。出発だ。前回、スイ君ですって。じゃ、これで指定しないにしたら、ねえ、挑めるってことでしょうか。行ってみましょうか。レッツラゴー。ねえ、さあ、一人で挑戦。さあ、レンタルポケモン。あ、スターミー連れてけるのめっちゃ強くね。スターミー、パワージェム、ま、なんかいろいろあるし。俺、これ一緒。え、バニーリッチ選ぶのやめとけってライチュウいいポケモンだ。俺これクリアできたことねえからな、大丈夫かな。さて、奥から炎タイプの反応を発見。これウルトラビーストじゃねえだろ多分。どうしようかな最初。うん、ポケモン的にねえ、ノーマルタイプに行こうぜ。じゃあよし、でってでーというわけで、こんにちは。なんだろうポケモンは金ピカ目立つな、ほんとおめえかねえ、ホルード腹巻きポケモン。いや、腹巻きしてるおじさんポケモンえ、地面タイプ入ってたよね確か、ノーマルと。ラッキーだねこれ。水タイプの技でね、あのないわ水タイプね。岩、これなんだっけ、フェアリーか。イヤフェアリー、エスパーね、あとは寒いやつで狙っていきましょう。くらえ、全然効かねえな思ったより。凍える風、まあぼちぼちちょっと減っていく感じで、まあサクッと倒そうか。おっと、スターミーくん一撃でやられましたね、僕のスターミーこれもしかしなくてもダメなやつじゃないですか、流れ的に。ダメな流れじゃないですかね、これ。応援しよう。ペッペッペ。いや、これきつくね、マジで。光の壁離れたのはいいけどさ。やっとこさ、やっつけれそうかな。あと一発。バニーちゃん、やっつけて。当てろよ！ナイス！
いやこれ1戦目でもう1体やられたってやばいよな。多分ラスボスでもね1回2回やられると思うから相当苦労しそうこれ。じゃあな。お1人変えたねポケモンホルードに。でみずみず毒なんだこの バランスは。上の方を見ていくと何がいいのかわかんねえなこれ。じゃあこっち行こう。人がいるとこ行こう。人がいるところ、あったけ。バックパッカーに出会った。動画分けてあげるよ。おちょだい。え、力の鉢巻きとかくれんの。物理技の威力が上がる。命の玉食べ残し。サイコシードお盆の実。ねえめっちゃ悩むなこれ。お盆の実とかがいいのかな。胃の玉、いや体力減るのはまずいからお盆の実にしよう。よし、他のプレイヤーもなんかいろいろ持ったね。いいねいいねいいね。え、道具もらえるのこれ。ありだなバックパッカーって。ほんとさて次は水タイプかな。出たキバニア。いや違うわバスラオだ似てるんだって。ほんと信じてくれ。やば、今敵の攻撃で今2体目やられたねこれで。もう無理でしょこれ。さらに勢いを強めてる。ラストまでいけんのかな。俺これのねダイマックスアドベンチャー1回も攻略できたことないんだけど、これほんと攻略できんの。なんか攻略できるイメージが全くないんだよな。ほんとマジで困った。さて今3体目がやられました無理だ無理だ、俺やっぱマックスアドベンチャー無理だって。なんかコツとかないんすか皆さん。よし、お嬢ちゃんねえバニーリッチ。いやポケモンが弱いよな。もっとなんか強いポケモンレンタルできないのかなこれ。マジできついんだけど。でライチュウ一生エレキフィールドしてくるからマジで無能なんだよな。マジできつい。あ終わった。さあライチュウもやられました。もうえ、こんなすぐ終わるもんちゃうでしょ絶対。ほれ巣の外に弾き出されちゃった。スラタン1個もらった、ありがとうございます。いや俺もうマジでこれきつい。セーブされたけどさ残念でしたね。じゃあもう一回お願いします。指定しない。じゃあとりあえずまたランダムに行ってみましょうか。ウルトラビーストが出てくれることを望んで。これ友達とやろう俺。サメ肌強いでしょ。毒々挑発。え、毒々あんの。でも毒々効かないんだろうな、途中で無効にされるからね。サメ肌にしよう。ミミロップ何するんだ君。生こぶし。イノム、まあ悪くないんじゃないですか今回の初手ガチャ。うわエスパータイプのポケモンだ。エスパーなんだろうな。 UB でエスパーいたっけ、わかんねえ。よし、じゃあこっちから行こうか。まずはこっちもエスパーには。エスパーで挑戦や。行くぜ。サメハーダーでちょっとあれだ、4盾するわ4盾心盛り。なんか若干シルエット見てたよねさっきの画面で飛んでたポケモン。判別可能かもしんないね途中で。さあとりあえず倒しまくりましょうか。大アーク、ラッキーだね。エスパータイプには大アークっしょ。ガンガンかましてけ。サメ肌もね一応育成したんですよね。あの鎧のことの時に一回も使ってないけどいつか活躍させてやるからな俺のボックスにいるサメ肌も。さあ大学、じゃあ甘えるから。いいね。でもこいつ特殊タイプじゃねえか多分。攻撃ガクッと下がった。シンプルビーム、何それ。ん、飛び出す中身を単純に変わった何やそれ。ほい、発いよ。マジか、エース誕生やこれ。ちょっと待って、ワンターンで終わったんだけど、マジで初。これはすごい。で、マックス大アドベンチャーって、ね、知らなかったんですけど、なんか、あれらしいですよね。色違いがめっちゃ出るみたいな感じらしくて。でも、ダイマックスの戦ってる画面じゃ色違いがわかんないらしくて、捕まえたらね、
なんだろう、色違いが分かるみたいな仕様らしいですよ。よく分かんないけど、それ水か悪かなんですけど、バックパッカーはまず必須でしょ。これバックパッカーどう考えても道具をくれるっていうメリットがねでかすぎるよね。さっきので分かったけど、進化の奇跡とかもあんの。ノーマルジュエル、お盆の実、いやこれはお盆でしょう。あと味方適当に持ってくれ。ね、新一郎が進化の奇跡持ったらよかったんだけどね。いっちゃん下のポケモンね、あのイノムーがノーマルジュエル取ったね。効果あんのかそれさあ2戦目、あ酒込みだ酒、カマス城。さあ暗いやカマス城、よし。さあなんとかカマスくんも撃破ですね。オッケーオッケーオッケー、ペースすごくいいぞこれで。じゃあな、仲間が交換してくれ。カマス城は変えるんだったら。さて、おお、カマス城に変わったね。いいねいいねいいね。さあさらに奥へ。有効打があるのって何だ。虫って何が効くんか分かんねえ。悪に行くか、悪に悪い男になるか。俺はなんか目の前にあれ木の実あったもんね、悪の一個上に。さあ悪は誰だ。ポケモンシルエット見てなかったぞ。時間制限あるからじっくり考えれねえんだよな。ねえ、オーロンゲやんけ。え、しかも巨大マックスじゃねこれ。最悪やろこれ最悪のポケモン選んでもうたわこれ。やばすぎる。どうしよう、スケールショット効果なしだもんな。あ、まずいわこれこれまずいわねえ、大ストリームを、威力低いな大ストリーム。やるしかないよねこれ、マジできつい。頑張ろうな。え、まさか巨大マックスも出てくんの。今まで、今一回も死んでないんですよ道中で。この順調なところで急に来るやべえやつ、分かってんだこのゲーム。さあこらえるんすかって。なんでこらえる、かわすじゃん。お前もマジでええ加減にしなさい。スピードスワップ心お前もええ加減にしなさい。なんで味方と素早さ交換しとんね君は。これいろいろ君たち、いやなんか交換したポケモンたちが弱すぎるぞ。あでも大ストリームでこんだけ食らったら十分かね。悪の波動だ。君抜群だったのか。やばいなこれ。それエスパーやったなあいつ。挑発した。いやもうじゃがもう、あやばいやばい、まともなポケモンがいねえ相方に。やべえよ今ね、2キルされたんですよ。生こぶしくんもやられて、でもう心森くんも死にかけなんですよね実質3キルなんですよ今現在。でもオーロンゲは欲しいな、味方に使ってもらおう。俺サメ肌でラストまで行くから。捕まえない、味方頼むよ味方。ちゃんと生こぶし交換しよう。生こぶしいいな、生くん。生こぶしが交換したい。でもじゃあダメだ、生こぶしよりもその前に回復してくれね、マナを。あ回復してよかった。ちょっとさあラストまで到達しました。エスパータイプのポケモン、何が来るのか。なんだこれ、このポケモンは。あらら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 、らエブリット、指じゃねえじゃん指じゃねえじゃん。ねえ、俺さあ倒していきましょうか。カマス城くんはマジ無能だから、ちょっとマジ諦めて。みんなパワースアップ待って、もしかして我がチームのポケモンたちみんな無能説出てきた。これはまずい俺が決めるしかない。甘えてきた。え、甘えるって攻撃力ガクッと下がるからやばくね。サメ肌マジどうしたらいいんだ俺。勝てそうな気配がしてきた。これ我がチームみんな死にかけなんですけど、ねえどうした、なんか回復したか。ねえ弱砲持ってたん君。やべえ全体攻撃、あやべえ、ちょっと待って待って待って、勝てそうな気がしてきて、ちょっと調子取ってすいませんでした。まずい。さああと1回やられたらもう終わりです。このターンで決めたらワンチャン勝ち。ねえ勝てるかな、勝ちたい。ダイアークで甘えるの効果で全然火力出ないんですけど、
もう一回カマス城が殴ったら勝てる。カマス城行け、カマス城頼む。お前もエアスラッシュナイス。今まで無能だった君がようやく。さあエムリットが弱っている、捕まえましょうか。初めてのボール、でも絶対捕まえれるらしいんですけど、俺1個懸念点があって、で、まあ、1回モンスターボールで投げようと思います。色違いじゃなかったら逃がそうかなって。いやエムリーと色違いいいのか知らねえけど、いやまだちょっとねちゃんと調べてないからな、本当ダイマックスの仕様について。このダイマックスアドベンチャーの伝説ね。さて3回来い。よし、やっぱ格ゲットっぽいですね、やっぱり。で、色違いかどうかの判定はこの捕まえた後でわかるみたいな。で、これ通常色だよね。で、ここの画面でやめたら、ね、なんかまた出てくるのかな、ポケモンが。さあ、奥まで到達。マックス小杉めっちゃくれんじゃん！サンキュー！でも1回で6個か。結構しょぼくれてますね。エムリットの居場所を記録しておきますかっていう。これ記録した方がいいのかな。ねえ、スイ君固定されてるからスイ君にしとこうかな。じゃあちょっとね、指出るまでちょっと頑張って探してみましょうか。さて、ラストまでまたやってきました。今回ストリンター連れてます。指来るかな。この BGM でわかるのかな。でもわかんないよ、俺。飛行タイプの伝説。うわっ、ああああ、ランドロスだ、欲しい、最高かよ、ランドロス。やばい。やばい、終わる。もう限界だ。ランドロス強え。いや、今回さ、飛行タイプの伝説って書いてたから、電気タイプ連れてきたんだけど、ストリンター連れてきたんだけど、で、飛行地面とはちょっとね、予想してなかったですね、これ。あかん。さあ、フィニッシュ。ランドロス勝てなかった。くそー。ランドロス記録しとこうかな。またな。ランドロスは記録しておくとして、これってどうなんだろう、2個目2つ記録してるけど、あ、複数記録できるんだこれって。なるほどなるほど、だったら気にせず記録してもいいのかもね。さてゴーストのポケモンって何でしょうか。パッと出てこないんだけど、ゴースト伝説って。何この BGM 怖い。君の名は何これ。ズガドーン、ズガドーンって俺これごめん見たことないよ。これウルドラビーストだよね。あ、ポケットモンスター3限定だったのかな、多分これって。俺多分これ持ってなかったな。ねえ、こう3限定とか言われても、うん、ウルドラ3のみっぽいっすね、見てる限り。ということで、頑張って捕まえましょうか。普通にやばいですね、これ。どうしようかな。とりあえず、へい。不意打ち。ペチペチ。勝てるかな、頑張ってくれ。シャドクロ。うわー、やばいって、それ。急所当ててくるし。破壊光線。いや、いい攻撃、いい攻撃。でも次のターン食らわなくて、こっちもナイス急所。シャドーボール。シャドーボールにはシャドーボール。ゴーストタイプだね、これは。出たじゃん、ウルトラビースト。鉄壁、何意味が。おい君大丈夫かよ、これ。さて、ダイマックスして大アーク打ちてえから、ちょっと冬打ち残しといて、TP。サイコショック。これ、回復アイテムで使えるの？使えないのか、回復アイテム。ポケモンで何これ、変えれんの？変えれないよね、何も。このまま行くしかないな。とりあえず最後ショック。シャドウクロー、あ、待って、鉄壁したガントルに向かって。最高やん、これ。ナイス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 。ガントル、鉄壁最高やったぞ。ありがとう。さあ、シャドウボール。ナイスナイスナイス。勝てる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 。これ分かった。これ分かった。マジで熱い。ナイスエッジ。よっしゃー、ナイスだ、おらー。俺、UB は別に色違いじゃなくてもいいから、このまま捕まえちゃおうと思います。ウルトラボールで使おう、捕まえよう。いや、UB はウルトラボールでしょ。俺、この子知らないんだって、ほんと。ねえ。ズガドーン！やべえ。
人生初だこれ。ありがとうございます。捕まえれるでしょ。ちょ怖い、なんかドキドキする。ちょっとドキドキする。レアボールだけだから頼む。よし、つかたーん、ゲットだぜ。嬉しい、これやべえ、最高じゃん。これ持って帰るよ、持って帰る。何このピエロみたいなポケモン。ねえ、君持って帰るよ。じゃあポケモン返して。ね、すごいポケモンボーナスだって、めっちゃもらった。イエイ、これが UP だぞ。こんなん言ったんだねって、なんか進むのかな、これでイベントが。お疲れ様でしたって。あれ、指捕まえたけど。おう隊長、伝説見せてくれんのか。む、伝説のポケモンが手持ちにいねえぜっていう。手持ちじゃないとダメなの。さあ、手持ちに加えたわけだけどいいのかな。見せる。うきゃ、ズガドーン、謎の生命体、花火ポケモン。ズガドーン、花火ポケモンなんだ。くねくねしててひょうきんなやつってのはわかる。頭を爆発させるほど焼けっぱちになるのはいけねえな。人をびっくりさせるのもいいが、てめえの頭をもっと大事にしてくれよ。今のは謎のメモのポケモンじゃなさそうだ。え、どういうこと。謎のメモのポケモンじゃないって。メモのポケモンは別でいるってことなの。だいたらちゃん、アグノも見つけちゃった。ねえ、やだよ。ねえ、金取んのかよおめえ。で、今勝負するってのあったよな。それまた今度やりましょうか。よし。さあ、とりあえず皆さん今回ここまでにしましょうか。とりあえず、マックスダイス穴でウルトラビーストが出現するようになりました。一回捕まえたらもう二度と出てこないので注意が必要なんですけど、ウルトラサン限定ポケモンとか、多分ウルトラムーン限定ポケモンも出てくるのかな、おそらく。これで、シールドにはウルトラサンの限定ポケモンだけとか、なんかそんな縛りがあったらちょっと泣いちゃうんですけど、まあ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 、そんなことがないと信じて。皆さんもね、UP が出るみたいなので、伝説全部クリアしたら、マックスダイヤスアナ行ってみてください。また次回以降ね、メモのポケモンって何か分かんないんですけど、ウルトラビーストかな？頑張って捕まえたいと思います。それではチャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。また見てね、おつぽよ。